6 a.m. this morning, a national curfew was declared.デトロイトやってまいりましょう。31パート目でございますね。これは誰誰ですかね。いきなりわからない女性の方が出てきましたけど、急になんか政治生命みたいな話が出てくるパターンっていうのは珍しいですね。てか初めてじゃないか、うん、アンドロイドの破壊処理を行ってますが、なかなかちょっと過激な世界になってきてますね。世論って無関心じゃなかった敵対とかじゃなくて、うん、前回ねデモするっていう宣言をしました。おなんだ、はい、じゃあ変異体のリーダーについて。まだです。マーカスという名で知られる変異体の居場所はまだ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。破壊されるんや。はい、他には、じゃあサイバーライフはアンドロイドは永久に禁止されますか。現在サイバーライフと協力し変異体の仮想性を寄せていますが、今回の出来事でどのような影響が起こり得るかを公表するかには時期尚早かと。だよね。大統領だったんだ。しまった、知らなかった。世論はどうなってます？大統領から暴力的な行動を受けて、世論は変異体に否定的な見方を示していますが、それについてどのようにお考えですか？変異体は非常に危険な存在であると証明されています。てか、今思った。女性大統領なんだね。ヒラリーはダメだったからね。他にも、ジェリコへの攻撃。昨晩の襲撃についてコメントお願いします。10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在変異体が捜査網を逃れられるよう軍が捜索に当たっていますが、我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。完全に破壊するっていう流れになってるんだな。どうも、これで終わりです。最後にもう一つ、みんな質問あるんだね。オラは人気者、ふわふわ。で、11月1日、ポッキーの日でございますね。バス停にたどり着く。誰？The last bus leaves in 20 minutes. 20分ぐらい。あまり。That doesn't give us much time. We've got to move fast. 家族。いやー、ちょっと前回すごい衝撃的だったんだよね。そのまさかのアリスがアンドロイドだったっていうね、オチだったのが。うん。ただこのすごく寒いのっていうのが、それはもう機能をねオフにしてあげましょう。そのだから温度を感じ取るあれをそう出してたらあげたらこれでも大丈夫ってことでね。平気。Thanks。皮膚やっぱりあれなんかな、剥げるのかな。まあそれはそうだよね、アンドロイドだもんね。で20分以内に行かなきゃいけないけど、あなんかうわうわえ。これはどういうオチ？自殺？それとも破壊された時に首し、ああいう見せ物的な感じにされちゃったの？他は？うわ、いろいろ見て回れんじゃん。マジか。ちょっと衝撃的だね。まあ、手繋ぎたかったら早く刺すとこっちにおいで。ほい。大統領が喋ってる。で、他にはなんか、あれうわーなんかもう割にあれ果ててるね。これ人間のせいでじゃない。うおパキュンパキュンがある。チャカあるやん、チャカ。うわーこれみんなアンドロイドがどんどん破壊されてってるんやな。護衛護身用の銃を手に取るしかないよね。これ弾入ってるよ、ちゃんと入ってるのか。銃口に指を置いたらダメよ、万が一バーンってなったらね。なるほど、持っとくんやな。でも今の入れ方だったら銃思いっきり見えてる状態だよね。もう行きましょう。おお軍が来たかな、バレないように。てか前々回思ったけどあれだよね、ガバガバだよね隠れ方がね。これじゃすぐバレると思うんだよね。どうするの、行かれてバスに乗り遅れるわ。よし、今後ろ向いてるし打ち切っちゃおう。 Stay close to meStay close to me. We're going to sneak past them. Going to pass. No, 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 no. We're going to make it. I promise you. 失敗しないで。うまくいくから。音楽が切羽詰まってるな。緊張感高まるわ。
兵士に見つからずに進む。よし、隠れ。OK、まるでネズミだな。続きまして、OK。よし、バレてない、バレてない。スニーキングミッション行きたいけど、ちょっと待って、今行ったらバレるな。なんかトルーパーみたい。よし、OK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 。で、その車をパクって、だね。で、そうはうまくいかないよ。バス停どこよ？どう行くの？おー。あれは元ジェリコの人たちとかなのかな？あそこ見て。ジェリー？ジェリー？We can't help them. ジェリーって誰？ Soldiers are everywhere. We can't just leave. ジェリーって誰だっけ？ We're going to kill them. え？ジェリーさんって誰だっけ？トム？いやもうジェリー救いましょう。じゃあもうアリスの、アリスの言いなりになりますよ。でも行くタイミングは私にやらせてって感じかな。 Hey buddy. Hey buddy.This is a mistake. 君たち誤解で、え、あれジェリーって誰だっけ？ I just want to go home. My wife is expecting me, and we're gonna. あ、ジェリーって違う、ジョッシュじゃなかった？ジェリーって誰だ？あ、シャットダウンさせられた。No. え ？No, please. いやー無理だね。それは無理だね。ジェリーさんって誰だ？トムがいないからやられちゃったか。クソアンドロイドめって。やばい、来る。いや、バレるだろ、普通に。なんでバレない？おかしいじゃろ。なんでバレへんねん。あそこにもおるし。あれ？てか、これ。え？ちょっと待って。こっからどうしたらいいの？あ、こっち行くんだ、結局。結局何もできなかったね。あ、今のジェリー？違う？今のはジェリーじゃなかった、実は。武器を見つける。武器、あった。これ何？レンガ。まさかの。ゆっくり近づく。ゆっくり。どっす。もろ。よう、ジェリー。元気？カール、You saved us. いやー、全然気にしないで。ああ、もちろん。Where's the little one? She's alright. あの子は手に隠れてる。見つかる前に。早く行くぞ。君たちは家族じゃないんだ。私の家族は。アリスだけ。こう、アリス。さあまた隠れながら進んでいかなくちゃいけない。ああ兵士がいるね。兵士がいる中で、まだ今行ったらバレる。今行ったらバレるから後ろ向け、後ろ。え？いや、ポンコツだな本当。本当ポンコツだな人間って。ねえ。うわー、ショットガン。アサルトライフル的なやつ。よし、行け、今や。バレてない、オッケー。今晩見つかるパターンもあるんやろな。ちょっと待って、どこに行ったらいい？こっちか、走る。いやー、こっち向いてるね。待って。でも、そんなさ、なんかもっと足動かしてやらなくちゃいけないんじゃないですか？こんな奴らが兵隊って、人間もお先真っ暗な気がするけどね、大丈夫かな？おお、だってほら、アンドロイドが真ん中堂々と歩いてるよ。余裕だな。誰だ？バキュン、バキュンって撃つ？検問所。あ、チェックポイント。We have passports. パスポートあるけど何が起こるかわからない。ああ、そういうことか。Is there another way?別の道は迂回できるけど乗り遅れるからそっちの方が安全かも。でも11分、あ、無理だね。最終バス発車までだ。あれだからもうしれっと行きます。しれっと行きたいけど他になんか選択肢的なのはあったりする？特にないか。じゃあしれっと。どうも、私人間でございます。Whatever happens, don't worry. 何が起きても、しだめよ。Just stay calm. Stay calm. ID, please. ID の please. はい、どうぞ。なんか文句ある？外出禁止令が出てます。やむを得ない場合以外には出ちゃいけない、ダメなんですよ。そのやむを得ない場合なんです。オタワ。
バス、国境を越えるバスに乗りたくて、騒ぎが収まるまで娘を安全な場所に。お嬢ちゃん大丈夫？震えてるな。どうしたの？風邪ひいてるんですよ。熱もあります。はい、どうも。ていうかさ、カーラは髪型が変わってるから最悪わかんなかったとしても、アリスの方は何も変わってない、出回ってるアンドロイドなわけでしょ。何もしないよそりゃ、わけでしょ。だとしたらバレんじゃねっていう。落としたよ。おお、Thank you。 なんだ、人間は人間に優しいんだよな。ただまあどうしてもちょっとアンドロイドのことがあってみんなピリついちゃってるから仕方ないっていうところだよね。さて、あ、なるほど、あれの中に拳銃を入れたってわけか。一方その頃って、デトロイトより生中継でお伝えします。今まさに何千体ものアンドロイドたちが市内を侵攻しています。マーカスという名で知られる変態のリーダーが戦闘しているようです。大統領、ホワイトハウスか。大統領、デトロイトで異変が起きています。どんな異変かしら。出た出た、こんなん一瞬で撃ち殺されて終わりなんじゃないの。歩いたとしても、ジェリコリーダー収容所に向けて行進する。ドゥドゥドゥ、アンドロイドを解放する。あ、もう音楽がすげえかっこいい。なんかあのヒューマンドラマの最後みたいな感じ。デトロイトのリコールセンターにアンドロイドが集結。ドゥンドゥン、止まります、歩きます。ドゥン、奥の銅像がすげえ気になるな。なんか風神雷神感があるよねちょっとね。で歩いてってる。でノースいるけど、あれ女子いる。あ、女子いるね。でデトロイトホームラン、いやー、すごい壮観やな。で、信号機があって。あ、ごめんなさい。で、これはどっちに向かってったらいい？あれ、ちょっと待って。Here we are。 あ、まっすぐしか進めない。決着をつけるぞ。あ、ちょっと。今すぐ降伏しろ。さもなくば撃つぞ。降伏しなくても撃つ気だよね。しかも今こうやって歩いてるんで、構え。え、これだってさ、更新するしかないもんね。だよね。うわぁ、収容所にめっちゃ捕まっちゃう。ただの野獣馬たちか。メディアの人たちでしたね。じゃあ、平和的解決を行きましょう。We don't want confrontation. We are protesting peacefully. まあ、あんだけお店をね、ボコボコにしておきながら、今更平和って言っても、ちょっと説得力はないかもしれないけどね。ええ、あ、びっくりした、いきなり引き殺されるのかと思った。囲まれただけね。There's no turning back now. うん、決意を伝えましょう。We are here to demand 我々国中の規制収容所に捕らえられた全アンドロイドの即時解放を要求します。解放されるまでここを動くつもりはない。めっちゃ動いてるけどな、動くつもりはなくても。めちゃくちゃ動いてるけどな。え、これまた、まさかまた更新、あ、更新するんだ。なるほどね。ごめんなさい、なんか普通に会話が起こらなかった。うわ、ちょちょちょ、痛い。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。まあ後に続く者たちのためにって言われるのかもしれないけど、じゃあ何もしないっていう意味で手を挙げましょう。降伏するわけじゃない。ちょっと待って、マーカスも2箇所撃たれてんじゃん。少なくとも前回パートでお腹撃たれてるのにさ、お前たちは人間じゃないとかって言われるのかな。ああ、何人かちょっと撃つことに抵抗を覚えてる人たちもいるね。あ、野獣馬たちもちょっとやるの。あ、射撃中止。お、ついに。
Yes, Michael, we are はい、マイカル。私たちのわずか 100m 先で今まさに事態が起こうとします。情報が入り次第中継でお知らせします。ジョス・ダグラスがお届けしました。こちらからは以上です。マーカス、どうするの？できる限り、ここで耐えるんだ。コナー復活。5体目のコナーやったかな？失礼。あちゃは出ていくところか。ハートプラザダウンタウン、見晴らしのいい場所を探す。何か信号でも送るのかな。変異体のリーダーを排除する。やっぱりあくまで人間側につくんだよな。まあ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 、共存っていうのを選びましたからね。見晴らしのいい場所って言ったらここだよな。こっから設置、何？信号弾か何かかな。ちょっと、あれ？あ、ごめんなさい。なんかね、パソコンの調子がちょっとおかしかったので、見てました。開ける。ほう！ライトニングホークですか？こういう細かい動作まで自分でさせてくれるっていうところがなんかオツですな。なるほどな。これで最終的に撃つかどうかっていうところか。それじゃあんま安定しないだろう。どうせならうつむすになった方がいいと思うんだよね。こっから見えるの？わー、なるほど。そしてハンク登場。Shouldn't do this, Connor. やめるんだ、コナー。Keep out of this, Lieutenant. 手出しは無用です、警部補。あなたには関係ありません。自由になりたがってる男を殺すってなら黙っちゃいねえぞ。It's not a man. あれは男じゃない。It's a machine. 機械ですよ。That's what I thought for a long time, 俺もずっとそう思ってたが、間違ってだよ。確かに血の色は違うかもしれない。だが生きてる。合理的に行こう。変異体は人間にとって脅威なんですよ。今やこの国は内戦勃発寸前だ。誰かがこうなったのは人間が耳を貸そうとしなかったからだろ。人間は失敗から何も学びはしないんだよ。それを変えられたかもしれないんだ。黙ってよ。あー、ここでまさかそこを離れるんだ。ここで争うのが一番意味がないと思うんだよな。ハンクの息子について、息子さんの事故のことを知りました。あなたのせいじゃない。トラックがスリップし、あなたの車が横転した。息子さんは6歳になったわけ。黙れ。息子の話はするんじゃねえ。ハンクの息子、彼には緊急手術が必要だった。だが人間の外科医がおらず、代わりにアンドロイドが担当し、息子さんは命を落とした。アンドロイドが殺したんですよ。なのに救いたいと言うんですか？違う。コールが死んだのは人間がレッドアイスのやりすぎで手術ができなかったからだ。今までずっとアンドロイドのせいにしてきたが、息子を殺したのは人間だ。あの医者とあんな粉がないと生きていけない。この世の中が息子を殺したんだよ。死ぬたびに生き返るお前を見て、コールを思い出した。息子が戻ってくるなら何だってする。もう一度この腕に抱けるならな。だが人間は生き返っちゃ来ないんだよ。うわー、マジか。襲いかかる敵、うわ、一気に、うわ、うわ、まさかの、うわ、そういう、いや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 、だとしたら人間の言うことを聞くのが一番なんじゃないのか。で、ここでそのハンクに勝とうとしてコマンド操作をしている僕も僕なんだけどな。ほっ、まさかここでこういうオチになるとは思わなかった。しかもコマンドが今のところ全部成功してる。今まであんなに失敗してたのに。いやまあ波乱としては面白いけど、ここでちょっとコマンド失敗した。おお、一番の変異体はコナーなんじゃないか。
え、まさか、まさかやで。さあ決めるんだ、コナー。お前ならどうする。うわっ、えちょ、いや、すく、すく、あなたを殺さずとも任務は達成できます。だけどその邪魔はさせませんよ。うー、いやー、ちょっと待って、心臓が痛い。全然望んでなかった。スコープ壊れた程度じゃ諦めないだろう、コナー。うわぁ、バス停だわ。バス停だわ。これアリス着いたのよ。人間たちがいっぱいいるね。国境行きの最終バスは満席です。チケットをお持ちの方のみ乗車できます。追って通知があるまで全てのバスは出発延期となります。私たちはチケット持ってない。ここで足止め。どうすればいいの。盗むしかないよね。誰かいないか。話しかけてチケット優先的にくれる人がいないかを探してみるべきってところだよね。誰かいないかな。その時さ、ボブがこんな話をしたんだよ。あり、あり、You stole my little girl! おお、ちょっと、Security! Over here! うわ、ここで、よう分かったな、ハムカオ。Turning us in won't solve anything for you. You know that. You have your problems. あなたの問題は、私たちには関係ない。訴えよ。あ、じゃあ脅しちゃった。あなた、ここ、せやな。後悔することになるな。武器は持ってるからな。よし。奥さんが出て行った時、娘も連れて行った。そういうことか。それであなたは、アンドロイドを買ったんでしょ。なるほどな。似ても似つかないから、感情移入ができなかったんだろうな、きっと。愛せると思ったんでしょ。アンドロイドであんなに子供、人間らしくできるってすごいよね、本当に。でもその子の代わりになんてなれないのよ。俺はただ、こんな俺だって一流になれるってあいつに証明したかったんだ。でも同じことの繰り返しさ。あいつの言う通りだ。俺には無理だったんだよ。娘に会いたい。あの子に会いたくて仕方ないんだよ。何か問題でも。いや、気のせいでした。すみません。ちょっと疑ってるけど、本当にこのマスクでどう見れてるんやろな。グッドラック。頑張れよ。一瞬でいい人になったの、トット。なんか可愛く見えてきたわ。え？どうした？やっぱりお父さんの元に帰りたい？一緒に暮らそうよってなる？カーラはそれを拒否するぞ。いや、ここは何もしない。だよね。まあ、どのくらい一緒に過ごしてきてたかっていうのは分かんないけど。ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。ごめんなさい。ああ、ダメだ。涙出てきた。ああ、普通に感動してる。はあ。最近のゲームは泣かせるな。前回のバイオハザードも泣いちゃったっすよ。はあ。なんか、ちょっと気を紛らすために鼻の薬刺します。ちょっと鼻詰まってきた。はあ。やばい。なんか最終的にトットありがとうと思ったんだけど、トット
だった一瞬、あれか。これだ。びっくりした。トット一瞬で消えたと思ったよ。チケットを探すしかないよね。どっかでチケットないかな。あ、ん？違うね。チケット落ちてる。あれ？マーカス？え？マーカス？あ、マーカスや。全然テレビに注目しなかった。あれ、ちょっと待って。あ、かわいい。まだ生まれたてだね。I think Oliver likes you. オリバーが気に入ったみたいね。Is she yours? あなたの子？ Yes. そうよ。She's adorable. かわいいわね。That's it. よし。Got sandwiches. サンドイッチも買ったし、電話もした。Let's get going. 行かないと乗り遅れるぞ。You got the tickets, right? チケットはどこだ？ Yes, honey, in my bag. 私のバッグの中よ。Let's よし。じゃあ行こう。あ。あ。このチケットで誰が乗れるかやな。これアリスだけ乗せるみたいなパターンになるんちゃう？うわー、どうするのみたいな。あ、でも大人チケットか。これで子供乗せれるかってとこだよね。アリスが、アリス9歳だっけ。 I'm sorry. Oh my god, I am so sorry. I was sure. Shit, I don't believe it. おいおい、嘘だろ、なんでもない。まさかなくすなんて。ちゃんと探したのか。封筒落としたか。あー、くそ。すみません、この辺で青い封筒を見かけなくて、だだだだ。バスのチケットが入ってて。忘れてください。ここで返す返さないんだよね。いや、いいことしたら何か返ってくると思うよ。人生そういうもんだからさ、本当に。本当に助かったよ。ちゃんとあるじゃないか。ごめんね、アリスって。Okay. だよね、アリスもそういうのだよね。求めてくれてると思うから。さて、そうは言ったものの、やっぱりみんな、自分のことが可愛いよな。どうしたもんか。もう一回トットに話しかけてみる？あ、違うね。あ、どうしたやろ？動かないで。え？なに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 ？あ、アンドロイド発見機みたいなやつ？トット、ちょっと助けて。これ見つからんように、ティケッツ。ごめんね、さっきからアリサの、お手手にぎにぎの手、買いまくってて、申し訳ない。バス全然出発しねえし、チケットを見つける。チケット見つけたいけど、そのチケットがあれだよね。トロント、ピッツバーグ、ニューヨーク、モントリ、だから、その下か、ニュースペシャル、ウンダラカンダラってやつだね。それはいいんだけど、誰かなんかちょっと、ないかな。あいつらにバレないように、うろちょろうろたらしてなくちゃいけないよね。おばちゃん、なんかないってか、胸元着席で寒くないのこの季節。まあ、そんなことはどうでもいいな。どうしよう。ヘイとか言われたらどうしよう。で、ここにいといて、まあ、バレへんみたいな。こっち行ける？あ、行けるようになってる。あ、アダム。アダム？キャラ、クイック！お、アダムや！ファドミー！おー、ローズいる？そういうオチか。なんか、だんだんあの、あれだね。闇の列車、光の旅みたいな雰囲気になってきたな。Oh, ああ、無事だったね。もう、ローズ、最高。アダム。アダム、急にめっちゃいい人になってる。I was terrified. You might have been killed because of me. いや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 。どうしてここか。生きてればここに来るはずでしょ。そうやな、そうやな。一軒一軒捜索をし始めたのよ。だから密告される前に逃げ出したの。そういうことな。他のみんなは。あ、もしかしている？お仲間。国境で検査をしている。あ、いないんかい。でも川の向こう側に連れてくれる人を見つけたの。お、危険だけど、それしか方法がないわ。あなたたちも来る。いや、もちろん。行くしかないやろ。Yes. もちろん。うん、ここは選択肢出してくれないんだね。なんとかチケットを見つけるわみたいな話にならなかったと。オッケーオッケー。アダムはどうすんの？
え、アダムは？あ、なるほどね。もう一台の車。ここには全然あれがいないんだね。バレないんかい。カーション。アダムの車はなんか手動で運転するっぽいけどな。はぁー。カーラパート終了。続きまして、ハートプラザダウンタウン。